新型コロナウイルスの感染で8月6日から店を休業しているうなぎ料理大成が宮崎県産の養殖うなぎ約200匹を広渡川と坂谷川へ放流しました。急な店の休業でうなぎの在庫を抱えて弱らせてしまうため、地域資源に貢献しようとうなぎの石蔵がある4箇所のうち3箇所に放流することにしました。店の売り値でうなぎは44万円相当。広渡川自体がもともとシラスウナギの一大採取地だったというところもあって、またそういうところに戻ってくれればという願いも込めて今回放流をさせていただくことになりました。弱ったウナギをお客様に提供するわけにもいかないので、そこはもう飲食店としてのけじめとして苦渋の決断ですけれども放流させていただくことにしました。今回の放流で寄贈を受けることになった日南広渡川漁協は、石倉のところにですね、購入して義務放流をしておりますけれども、高価なものですからなかなか思うようにですね放流ができないところに、突然ですねうなぎを50キロ寄贈するからとこういうお話をいただいて本当に感謝しております。店舗では8月5日に厨房担当の従業員からコロナの陽性反応が出て店を休業しており、17日に営業を再開します。